はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。狙いタイトルホルダーやっていきたいと思います。ホルダーやってください。はい、私のね、グループからまず見ていきましょう。このような方々と一緒でございます。まあ、有名なところで言うとですね、キングヘイローさん、キングガイジー、キングガイジーという名前でですね、ちょっと見ていきますか。このような選手を作っておりますよ。天空中央高校でこんなエビキャラで作っているそうです。まあ、やっぱり必要なのは、あの打者目線でいくと独身術、はいはいはい、これ絶対ですよね。そうですね。じゃあ続いて私の作ったキャラをお見せしましょうか。見れんのかな、これ。見れます。はい、こんな感じでございます。私もですね、独身術を作させていただきました、はいはい。あとはですね、ローリング打法とかね、うん、あとこういう明鏡指数とかね、こういうのもつけさせていただきましたよ。まあ、内角筆算もでかいですね。はい、まあ、あとはバッティング技術がどうかっていう問題なので、そこら辺は私不安でしょうがないですけど頑張っていきます。でまたね、パワースポンみたいな、こういう感じでですね、皆さんの、今どんな感じなのかっていうのが常に見えるということですね。はい、あの同グループになった皆さん、よろしくお願いいたします。それでは1試合目いきます。うん、おいきなりですね、キングガイジーさんとですね、 S7 なんだ。あ、でもピッチャー落としてるね。うん、やっぱり落としてますね。嫌がらせ投手。私も S5 で、作った選手は S9 でございます。で、こんな感じですね。いきます。初日の1試合目だからね、から1位取れないと結構精神的に追い込まれる。おー、こんな感じでほら、相手の投手レベル下がったよ。風も追い風になったよ。で、次ですね、いきます。はい。で、やっぱり大事になるのは、うん、このピッチャーがどんなピッチャーかっていうのを確認することがとっても大切なんですよね。ピゴット投手、ピゴット投手確認していきましょう。投手ピゴット、スクリューチェンジアップ、うわ、上にオリジナル来てますよ。うわ、これはなんだ。ちょっと一回そこ見てからだな。いや、イベキャラで分かると思います。大谷ならどうする。あ、これだ、爆速だ、爆速だ。爆速はまあでもちょっと上だよね。そうですね、もう下は捨ての、うん、あの基本全部ストレートだと思ってちょい上、分かった、で待ちましょう。分かりました。おっしゃー、オッケー、オッケー、やらしい。よっしゃー、ピコット君言ったぞ。よく今ちょっとチラッと下下げましたね。ああ、さあ大変です。お、独身づく働いてる。スクリュー打たない、打った方がいいのか、逆に。お、お、来た来たぞ。快速ストレートか。やっべ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 、まだまだ独身づく。第3球をよし、いった。よし、完璧完璧。よし。あとは何打席回ってくるかも大事。3打席です。トップバッターは今日2打点を挙げています。うん、見よう見よう。おー、びっくりした。快速待ちにしよう、次。投げました。よし、オッケー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 、いい。くるー。前回とはもう大違いのバッティング力ですね。よし、独身働いてるよ。よっしゃー、ゲー、フルー。あとはもう一打席来るか来ないか。そうなんです、もう一打席も来るー来ないじゃねえかよ。ここはちょっと自分はやっぱり落とした方がいいのかな。いや、結構落ちてるぞ。いや、でもここは結構悔しいな。はい、私まだ皆さんやられてないみたいですね。いやー、5打席回ってくるか回ってこない、結構大事だ。いや、そこが全てですね、言ったら、うん。ちなみに私のピッチャーはですね、こんな感じです。コントロールわざと低いです。で、荒れ球も取ってます。野手ちょっと弱くします。あ、本当にそんな感じ。打てちゃってるってこと。これ今からでも調整可能。できます、できます。本当にイベントだ。これいける。で、今の感じだと、うん、4打席しか来ないじゃん、結構しんどくないですか。そっか、まず外野下げるか、キャッチャー下げるか。 S8
サーブかよ。こんな感じにしてみる。そうっすね。ここも変えるか。セカンドいる？いない。こんな感じでやってみる。はい。さあ、2試合目でございます。エミリはいいぞ。パッティングが問題なかったっすよ。エミリーといえばミストみたいなとこありますけども。さあ、まず大事になるのは皆さんの喜びですか、選手データ。いや、結構、うわ、結構強いぞこれ。ストレート、ツーシーム、カットボール、フォーク。いや、ツーシームとカットボールやらしいですね、北斗みたいな組み合わせだ。気持ちちょっと下に構えてスクリュー、あ、進化的な感じだよね。第9投げました。うわ、やべ、切れろ切れろ。いやー、やべ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 。独身ずつ働かず。うわ、早え、やばい。ちょっと待ってください。ちょっと待って待って、クソ早え、これ。うわ、やべ、手出ちゃう。いや、でもセーフセーフセーフ。きた、よっしゃ、ゲイ。いや、早い。それをなんかあーだこーだ言いたくないけど、早い。今何です？4。もう一回回ってくると回ってない。あ、待って待って、ピッチャー変わってる。すんげえ早かった。ドロップ、サークル。あ、もうこれもストレート狙いだ。やったら、ちょっとこれ、コツも見て、伸び20までクイックっすね。で、160キロだから、これも速いっすよ。オッケー。ねえ、打てねえ。やべ、ゲーゲー。よし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 。トゥーホーマー、もう一回。もう一本回ってこい。もう一個回ってこい。うわぁ、あと1打席。これ4の2はちょっとダメですわ。で、ハマって5打席来た人は、10行く可能性ありますもんね。まあ、ただ言っても初日ですから。はい、挽回していきましょう。これね、相手強いんでね。打席は5回来るでしょうね、これ。はい、あと一つ今思ったやり方としては、うん、操作自分がしない時間以外は、うん、イベントオーダーを一気に湧くする。よいしょ。そしたら相手どうやっても勝っちゃうみたいな。絶対4打席しか来ないみたいなとこに。はいはいはい。155キロ、ストレート、超スロー、チェンジシュートみたいな。伸び。あ、今までで一番打ちやすいかも。そうですね、クイックもないですね。うんうん、ストレート1本狙いで左投げっていうところの注意だな。特に特攻用とか作らなかったんですね、うん、DK マスヤさん来た。やっ、いや、行った。オッケー、危ない。でも今のところとか曲がってきそうで怖いですよね。カットだったら詰まっちゃうもんね。すげえ入ってくる。第2球投げました。これはボール。カウントワンボール。そして独身ですが効かない。第3球を投げました。よし。おお、オッケーオッケーオッケー。あとはもう2打席。そうです。打ってくれ打ってくれ。仲間打ってくれ。帯マウンド。この回は打順よく1番からの攻撃。右バッターボックスはトップバッターの。これちょっと見ます。今日は3安打猛打賞。普通にガチサクセスでできた投手ですよね。そうだね。伸びも、キレ、クイックもない。もうこれ打たない。ムーディングファースト。これどうするよ。打ちましょう。来た。ボールだ。うん。それとか、よし。打ちます、次。よっしゃー。オッケー、オッケー、オッケー。167メートル。もう一回来い。おー、来た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 。
ピッチャー変わってる？変わってない。よっしゃ、来たー！よし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 、そういうことか。165m、 もう一回来る？さすがに今でもでかかったな。5の5だ。ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレーですよ。僕たちが欲しいのはこれです。これです。ゴーゴーカレーです。はい、さあ報酬パーソン、おめでとうございます。はい、あと何試合？あと3。そうっすね。パワーロボ、これ絶対作ってきたよ。いや、あの作ってないです。あの時のっすよ、イベントの。ジャンプするやつだ。うわ、これ投げ方えぐいやつ。そうっす。うわ、カットドロップフォークシンカーシュート、急速遅いんで、うん、しっかりボール見ながらいきましょう。うん、でカットボールは狙えるかな。ペコペコが嫌だ。球遅いから助かる。これちなみにフォアボールでもホームラン扱いらしいんで。よし、おお、よく打ったよく打った。危ない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 。おお、ちょっと打てないね。よっしゃー。いやー、もうあの最初の 1,2 球目のフォークよく見ましたね。あー、危なかった。いや、すごいすごい。あのね、正確なこと言うと、ちょっと一瞬浮いたの。浮いたけど浮きながらグッてこう押さえた。話しかけたんすよ。そうそう。さあ、3打席目です。ピッチャーは勝ってるのか。勝ってない。カットボール。逆進です。ストレート待ちです。うん。打ちません。ストレート1球は絶対来る感じありますよね、うん、これ打とう。よいしょ。ちょっとでも危ない。重たいとか持ってたらやられてた、ね、ストレート絶対1回は来ると思うんで、うん、そこは待ちたいですよ、ね、さあピッチャー変わっております。ネギネギシ、うん、これもストレート待ちですね。重いのクイックも持ってる。20があるクイック、うん、まあ、でも155キロ、うん、ストレート待ちでいけば。おいっす。よっしゃー。もう一打席、もう一丁来てくれ、もう一丁来い来い。よし、スライダー、これもう見る必要ないね。一応見とくか。オリジナルが気になる。ダークなんじゃろうな。触れません。あー、これちゃんそうだ。よし、打ちます。よっしゃー。 OKOKOK、 いいんじゃない、いい流れっすね。5打席、うん、ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー知るよ。打率9割4分4厘、この時点でメジャーいけるよ。お、シラス君もやりだし、動き出しましたね。動き出しましたね。カズさんと同じく4本ですね、うん、開幕戦。さあ、あと何試合ある？ 1 日6ですかね。あと2試合ね。はい、札幌アーランド S さん。なんか知らすの急に消耗器ついてきました。出てきた。さあ、これもチェックから入りましょう。チェックです。こいつ強そう。クイック20丸、ここは気をつけなきゃいけない。いや、しかも160キロの伸び20丸、クイック20丸。重い球もあるから、ちょっとジャイロもある。ちょっと遅いとやられちゃうね。これ結構しんどい。あ、これ結構しんどそうだな。スピードにしっかり対応しましょう。うん。オッケー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 オッケ
タイミングはバッチリです、うん、レフト方向に持っていけるというのは素晴らしいです。来た、でもよかった。いや待つだよね。よし真実でけえな。でもちょっと下に構えてるあたり、うん、うまいですよ。ありがとう。今日2打席連続でホームランを放っているカズ、よしたー、オッケー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 、ペチーンペチーンってきたよ。今のもツーシームっぽかったですね。ツーシームっぽかった。最後ちょっと落ちてたんで、やっぱちょっと下に構えるの大事ですね。うん、カズリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしの持丸ボン、今日は3安打猛打賞で、またツーシームで160キロの伸び20、今度はクイックはないね。ハイスピンジャイロ、重い球、うん、ここら辺ちょっと厄介ですね、うん、でまたツーシームだから、はい、ちょっと下ですね。第9投げた危ない球、第2球投げた、よしか、うわやべ詰まった、今ツーシームだったね。うわやべす、うわ持ち丸降板、この回1番からの高打順になります。先頭バッターはそっか、ツーシーム結構熱いんだな、こう考えると。通信だ。あと1本ここでホームラン打ちたい。やっべ手でした。いけ。やってもた。完全手でた今。うわこれでミスが4回か。そうですね。でも3回ミス4回か。今5試合やって19本。最大で午後25。けど。ちょっとやっちまったな。6本うまい人うまいですからね、本当に。あさあ、いきます。本日ラスト最後の試合でございます。健三さん、健三といえばお洋服ですね、ブランドワン、うん、健三ね、良三は良三さんは私たちの同志でございます。これ作ってないね。そうっすね。ガチで。まあただ158キロの伸び20丸。ムービングファースト持ってます。サークルチェンジ持ってます。その緩急は怖い。OK! いやでも内角、うん、なんとかギリ持ってってますね、全部。ついていけてる。右バッターボックスはトップバッターの数、今日2度目のストレート。さあそろそろ1回は発動してくれるでしょう。してくれない。今日2打席連続でホームランを放っている数、見送ってボール。ムービングよりは通信の方が嫌だね。投げました、決まったストライク。第3球を投げました、打てない。うわこれは打てない。追い込まれました。はい、投げました。けおお、スライダー打ちました。あっぱれ。よかったよかった。ちょっと危なかった。さあ、いやあと2回来るかな。ちょっと怖そうだな。今日は3安打猛打賞。投げました、低めストライク。まずは1球見ました。1回見ましょう。めんどくさいけどね、見ることが大事です。ストレートムービングガードブロック。これもストレート待ちだね。うん、うわこれはボールにして、ボールです。ボールにして、さあ来た。ストレートよいしょー、ゲイゲイ、もう一度席。ストレート来るって分かってる時の緊張感も、おいかかい、うん、まあ4の4ですか。初日終わって23本でございました。はい、最大で30本、5、6、うん、多分やり方としては本当にチームランクをここで落とすっていうのはどうですか。うん、やってみる、ありじゃないですか。でも俺1個問題があって、選手オファーに出した、選手オファーにかなり出したのよ、まあ、なのでちょっと初日はこれで様子見ます。はい、初日なんでね。で、私のですね、累計試合報酬、報酬。試合をすることによって、たくさんね、こうやって報酬ももらえます。ここでも確か天才がもらえたはずです。うん。まあ、結構ね、美味しいんで、皆さん毎日6試合は必ず忘れずにやりましょう。
あとランキング報酬っていうのもね、あります。単独で1位を取ると、SR ガチャ券2枚、スターメダル4万に PR 大丈夫博士がもらえるそうです。まあめちゃくちゃ美味しいイベントかって言われるとそうでもないんですけど、まあ毎日ね、こうやって、うわー、くそーとか言ってね、楽しめるイベントなので、ぜひとも皆さんね、忘れずにしっかりとやりましょう。うん。いやー、まあ難しいね、でも。そうなんですよ。意外と難しいし、やっぱ上手い人は本当にこういうところで、結果残してくるんで。まあ、この緊張感がいずれパーチャーに生きるんじゃないですか。わかりました。頑張っていきます。はい、頑張りましょう。はい、じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。